ラーメン。おお、これ電話入っちゃったね。びっくりした、ね。ブレーキが。ブレーキがちょっと飲みない。飛んでちゃった。見る。見れますか。もう充電切れちゃった。あ、そっち？これ見る。日本のあれすごいな。ビデオミートのすごかった。あ、上も細く。あ、これ降りるとこ。降りるとこ。うん、あ、違う、登るところ。帰りこれ通るね。あ、そうか。うん、登るとこ、うん。あ、帰りそっちの道。そうそう。登ります。うん、ベトナムの道多分100年。この道熟れる。もうね、あれじゃない、一回帰って日本こういうのあったからこういうの作るやった方がいい。偉い人できないね。道路作る人に、ベトナムのやり方ちょっと日本と一緒じゃない。きれい、道路のきれいな富士だね。富士だけど、うん、きれい。ベトナムちょっと汚い。本当？本当、本当ほこりがいっぱい。やっぱ一緒ね。一緒じゃないね。正しいわかる。日本も汚いとこあるね。ないね。本当？あまりないね。私の家の前汚いよ。私いつもタバコ吸ってるよ。あ、自分の家が。家の前タバコをポイするから、ちょっと汚いね。まあ、サーさん汚いからね。ハギがな。でしょ。自分のところも自分全部ゴミで、ゴミ自分詰め捨てる、捨てた。奥さん捨てます。掃除するの。あ、すごい。なくダメじゃん。自分の家はホテルじゃないから。昨日ちょっと怖いな。うん、トン、飛んでちゃった。危ない。深い。怖いな。もし自分一人運転して、自分でゆっくり走って大丈夫？私いつも一人だと思うと。今前のユウさんの
緒に早く行きたいから、うん、あそうそうそう、いつも考えるね、普通だと何も考えてないね、ゆっくりか、うん、そうそう、早く行きたいとき早く行く、これ冷蔵庫じゃん、いや、違う違うね、今度の結婚式、どこさんの結婚式、うん、みんなあるかなってご飯、多分ないね、ない、全然ない、うん、あるかも、多分呼ばないね、多分社長だけだね、あゆうさんもいるね、ゆうさんも仕事だね、あと多分他の人呼ばないね、友達呼ばないかもね、会社の人は呼ばないかもね、会社、うん、何人、うん、何人だけ、10じゃない、10ないね、10いないね、5人ぐらいだね、5人ぐらいと、会社偉い人結構あるでしょう、偉い人じゃないね、社長みたい、うん、
ずっと道の中、あと信号が多いな、うん、この辺がいいな。100キロ以上怖い。